ランニング食堂です。本日は2月12日水曜日、ポイント練習の報告になります。毎週水曜日はポイント練習の報告の動画にしようと思ってます。今日ポイント練習なんですけど、いつもここ最近は一人でやること多いんですけど、今回小田フィールドで、チーム小田というチームに今日は参加して一緒に練習してきました。これちなみにチーム小田っていうグループなんですけど、毎週水曜日に市民ランナーが集まって練習をみんなでやるチームなんですけど、そのチーム自体が2時間半から2時間20分前後の人たちが集まってる、ものすごいレベルの高いチームなんですよね。そんなチームに今回は参加してみました。前々からよく気になってはいたんですけど、ちょっと僕コミュ障なんでなかなか参加することできなかったんですけど、今回ちょっと勇気を出して、一人ではちょっとなかなかできないメニューをやりたかったんで今回参加してきました。でチーム小田のメニューが1万メートルのペース走で、設定が3分15から3分10の設定で、メニュー組まれてました。で結果がですね、ちょっと待ってくださいね。3分15 3分11 3分13 3分10 3分10 3分8 3分10 3分9 3分8ですね。ほんで僕はその後に意外とこの前日前回上げた動画トレイル行ってきたんですけど、そこでめちゃくちゃ足を重くつく疲労めちゃくちゃ溜まってたんですけど、意外と走れてまだもうちょっと追い込みたいなと思ったんで、ここから延長してプラス2000きました。なんで全部で1万2000のペースをみたいな感じでやってきました。でその後のラップが、1万1000が3分6、1万2000、ラストの 1000m が2分58ですね。意外というかめちゃくちゃいい感じで終われたんじゃないかなと思ってます。しかも水曜日の小田って人多いんで、その中でのこのタイムだったら結構いいんじゃないかなと思ってます。でしかもその後もまだ追い込み足りないなって思ったんで、もう少し追い込みたいなと思ったんでプラス1000を1本いきまして、そのプラス1000が、2分52ですね。やっぱりいつもと違う環境に自分の身を置くことで、いい意味で緊張感を持って練習取り組めるんで、いつもより質が高く練習ができたんじゃないかなと思います。今週末青梅マラソン控えてるんですけど、そこがもともと3分18から3分20ぐらいのペーランのつもりで走ろうかなと思ってたんで、今回はあんまり調整をしないようにしていこうかなと思ってます。なんで今日のポイント練習も、前日のトレイルから今日のポイント練と、しっかり追い込んだ形で走ってます。で明日以降もそれなりにはジョグはしていこうかなと思ってて、前日どうしようかな、ちょっと落とすかもな。前日ぐらいはちょっと落とすかもしれないですね。落とすって言っても前日いつも走る18キロとかの距離を朝昼に分割するみたいな感じでやっていこうと思ってます。狙い青梅マラソンのその調整しないっていう狙いは、疲労が残ってる状態で走ることで、先に12キロもう走ってる体で30キロのペーランに挑む、でトータルで42キロぐらいの疲れ感というか感じでやっていきたいなと思ってるんで、今回調整なしで挑もうと思ってます。そんなとこですかね。一つ今日の練習で言えるのは、ポイント練習の中でもメリハリをつけるっていうのが大事かなっていうところですね。ここ最近は丸尾さんが故障しててなかなか一人で走ること多いんですけど、一人で走ることも全然大事なことだと思うんですよね。僕は駅伝は出ないんですけど、駅伝なんか一人で走りますし、マラソンも後半ほぼ一人になっちゃうんで、そういった面では一人で走れる練習、メンタルを強くする練習っていうのも必要なんですけど、それだと、メンタルは強くなるんですけど質がちょっと高くなりづらいってところがあるんですよね。なんでメリハリつけて、今日はメンタル強化で一人で淡々とこなそうっていう日も作ればいいと思いますし、それと別でチームの力を借りて
今日めちゃくちゃ質高く練習やりたいっていう日も作った方がいいのかなと僕は思ってます。なんでポイント練もまあメリハリつけてやっていくのがまあ自分のレベルアップにつながるんじゃないかなと思ってます。まあそんなところで今日は練習の報告でした。ご視聴ありがとうございました。以上。